し直しにコーヒーをいただきましょう。いただきます。これ後でいいやな。結構これね、濃いね。歯の検診行ってんのよ、歯医者にね、うん、で、私が行ってるところって美人の歯科助手が多いのよ、うん、やっぱ美人って目の保養になるねーと思ってさ、あーいいね、うん、やっぱね、月に1回、ね、美人を見るっていう感覚で行って、まあ歯のね、健康はね、もちろんね、歯は大事ですからね、歯の健康はもちろんなんだけど、それプラス美人を見に行くというね、最高だね。しかも口元隠れてるじゃないって、あれがね、ちょっとそそるよねみたいなそう、あのね、歯医者とか行くときね、いつもそれ楽しみしてるからね、私は。うん。変なのはないよ。うん、変なね、目的はないけど、ただね、あ、やっぱり美人はいいよねーっていう感じ。うん、待ってるとき、こうやって、ロビーで待ってるとき、うん、あ、美人はいいよねー。うん、そんな感じ。まあ私、可愛い人とかね、美人見ても、それで満足しちゃうタイプなんだよね。うん。そう、あ、いいね、可愛いね、美人だねーで終わりだから。あ、美味しいね、うん、ごちそうさまでした。